ニュークルドリーミーはサンリオが開発したキャラクターグッズ用キャラクター群。デザイナーは柳玉由美。2019年8月30日開催のサンリオエキスポ2019にてテレビアニメ化、雑誌連載などがされることが発表された。アニメのエグゼクティブプロデューサーは皆川真帆。原則としてアニメ版の設定に沿って記載する。一部を除き空の上にある ミラクルドリーミー王国の妖精たちによって作られた子猫の姿のぬいぐるみである。本来は完成次第、各々のドリームパートナーのもとへ送られる手はずとなっている。主要人物15学園中東部主要人物の家族、その他の人物2020年4月5日から2021年4月4日までテレビ、東京系列他にて第1期が放送された。なお、本作は 同時間帯のアニメとしては、ライブオンカードライバー賞以来10年6ヶ月ぶりの完全新作アニメとなり、ネットワークセールス以降後及び新作アニメでのハイビジョン制作としては初となる。また、テレビ、東京系列でサンリオ原作のアニメが放映されるのは、リルリル・フェアリル魔法の鏡以来となる。次回予告の後には、マリー・プリマベラによる夢占いのコーナーが挿入されている。 当初は、美優役の豊崎が読み上げていたが、後に、夢占いが特技である、ネネ役の高野が読み上げるようになった。新型コロナウイルスによる感染拡大を受けて、2020年4月26日放送の第4話をもって放送を一時中断となり、翌週5月3日からは、第1話から再放送し、5月31日より、第5話以降の放送を再開した。 再開以降のエピソードは遅くとも、第40話まで実際の放送時期と季節のズレが生じている。2021年4月11日からは、ミュークルドリーミーミックスと解題した上で、第2期が放送中。第1期にあった夢占いに代わり、主題歌担当のいつーとなる及び着ぐるみのミューによるミニコメントパートが挿入されるほか、不定期で本編を放送休止して、 前半パートを、これまでのエピソードの総集編、後半パートを1位となる、ミューによる実写パートで構成された特別回を挟むことがある。オープニングテーマエンディングテーマ挿入かアニメ化に合わせ、2020年4月号より、お友達、楽しい幼稚園にて連載開始。ミューちゃん、ドリーミーランドとして2019年秋より、全国の主要の商業施設などにて登場予定。 フォトスポットやデジタルゲーム、ふわふわ、ボールプール、プレイコーナー、プレイスクールなどが展開される。いちご新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞では、第34回の24位が歴代最高である。2018年の第33回サンリオキャラクター大賞に初参加。総合順位で19位にランクインしたほか、新人賞を丸も、フビヨリア、 小気味運と共に獲得した。2020年はコロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が相次ぎ思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったためサンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画のチップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催され サンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果はミュークルドリーミーは13位であったミュークルドリーミーミックスに関するカテゴリーありがとうございます。